もしこの動画を楽しんでくれたらチャンネル登録・高評価もよろしくお願いします。年末は何かと外で飲む機会も増えますが、休肝日もしっかりとって体調を崩さないように注意したいですね。私は宅飲みが多いんですけど、飲みすぎは気をつけます。はい、じゃあまた。